はい、皆さんこんにちは、ファナリングルフィッシュです。今回プレイしていくのはですね、三国志スクールをやっていきたいと思います。この三国志スクールはですね、まあ光栄の三国志シリーズとスクールシリーズが、まあ、コラボした作品ということで、まあ従来の三国志と、まあ、スクールシリーズならではの、まあ、カスタマイズ性で自分だけの三国志が作れるというのが歌い文句のゲームになっています。で、ベースになっているのは三国志2になってますので、今回はですね、その中からキャラクター、まあ、いわゆる武将ですね、武将の登録編集、ここをやっていきたいと思います。で、今回のテーマはですね、まあ、自分なりの三国志を作るというのが、まあ、テーマのゲームになっていますので、僕はですねガンダム三国志を作ってみたいなということで、テーマはズバリガンダム三国志ということでやっていきたいと思います。早速始めていきましょう。で、まずですね、このままゲーム開始をすると普通に三国志2がそのまま始まりますので、今回はですねガンダム三国志を作っていくということですので、武将をまず登録していきたいと思います。編集からですね顔の登録です。すでに、武将の方、まあ、いわゆるガンダムキャラクターですね、だいぶ登録してあるんですが、一部登録まだしてないのがありますので、今回はですね登録をするところを少しお見せできたらなと思います。で、登録するときはですね、まあ、9999人登録できますので、さすがにねそんなに9999人も登録しないんですが、登録の方をしていきましょう。で、すでにですねガンダム、まあ、いわゆるファーストガンダム、そしてゼータ、ダブルゼータは登録済みです。で、逆襲のシャアとユニコーンに関しては、連邦サイドは登録してあって、ジオン側まだ登録してないので、今回ねそのジオン側を登録していきましょう。で、この中からですねまずは7位ですね、シャアの副官7位で登録するときは、まあ、すでに画像からですねこの大きさを自由に変えられるので、まあ、ズバリ顔がフィットするように登録してあげましょう。まあ、この調子で今度はクエストですね、アルパージールに乗ってた少女ですけど、まあ、シャアに感化されてネオジオン入りを果たしましたね。そしてこれがギュネイ、強化人間ですね。で、こっからはユニコーンになりますけども、フルフロンタル、そして親衛隊、フルフロンタル親衛隊の隊長アンジェロで、ジンネマンですね。で、あとはマリーダ。本当はね、もうちょっと武将の数増やしてもいいんですけど、すでにファースト、ゼータあたりで大量の武将を登録してますので、まあ逆襲のシャア、ユニコーンガンダムからはそんなに、キャラクターは登場しないということになっています。で、顔を登録したらですね、今度は新規武将登録というのがありますので、ここで武将を実際に作っていきます。で、武将を作る場合は新規作成から、顔変更ですね、すでにバーっといっぱい登録してありますので、この中からですね、まあ、カミーユをまずは登録していきましょうか。で、名前のところにカミーユと入れましょう。で、読みもそのままカミーユでいいですね。で、知力、武力、魅力、義理、人徳、野望で、生まれた年、寿命、相性とか、まあいろいろあるんですけども、一つ一つですね登録していくとすごく大変というのもあって、この三国志スクールではこの画像、今カミーユの顔が映ってますけど、この顔から武将の能力を自動で判別してくれるという機能がついてます。それが、この顔から設定というところですね。これを押すと、知力、武力、魅力はじめ全ての武将のステータスが自動で入ってきますので、今回はですね、まあ個々に能力を、差別化していくんではなくて、この顔から設定、実際のガンダムのキャラクターにの顔からですねパラメーターを設定していきたいと思います。じゃあまずカミーユやってみましょう。
顔から設定押すとですね、出ましたね。知力58、武力66、魅力36、義理57、人徳28、野望81ということで、こういう風に出てきます。で、青年に関しては自分で設定できますんで、今回はですね、ファーストガンダム、そしてゼータ、ダブルゼータ、で、逆襲のシャア、ユニコーンと、まあ、大枠で3世代の宇宙世紀のガンダムが入ってきてますので、ファーストガンダムシリーズに関しては青年は170年に設定していきたいと思います。で、ゼータ世代は180。で、逆襲のシャアが190という形でやっていきましょう。で、カミーはゼータガンダムになりますので、ここは180に設定します。これでやっていきましょう。で、同じ要領で次々と武将を登録していきます。今度はこれ、クワトロバジーナ大尉ですね。クワトロ。クワトロのね、スキル、能力、どれぐらいのものなんでしょうね。で、クワトロもゼータなので、ゼータなんで180にしましょう。で、武将、顔から設定です。どうだ？知力91、武力44。武力はちょっと低めですね。そして、カリスマシャアなのに魅力が26という。まあ、このクワトロに関してはどうなんだろう。自由型にしますか？そしたら。なるほどね。この自由型とか武漢型とかってやると勝手に設定してくれるんですね。だから顔から設定ですね。で、これで決定です。で、さっきね、自由型で設定してしまって名前が変わってしまってるので、クワトロに戻しましょう。この要領で、武将をね、1000人ぐらい画像用意してあるので、1000人分ね、作っていくということになるんですが、まあ、ざーっとちょっとね、登録してあるものを見ていただこうと思います。3番目にアムロがいて、4番目には、アーガマの艦長になったブライト。で、まあ、ざーっと並んでいて、この辺はね、もうジオン側になりますね。ガルマがいたり、黒い三連星がいたりと。ちょっとじゃあ、ごめんなさい。上から見ていきますか。で、ざーっとごめんなさい。流していくので、これを見ていただいて、あのキャラクターいないじゃんとか、そういうのがあればですね、ぜひコメント欄で、教えていただければ、登録をしていきたいと思いますので、まあ、簡単にね、ざーっと早回しになってしまいますけども、ご覧いただきたいと思いますので、見ていただければと思います。19番には、小林がいますね。勝じゃない、隼人。で、23番にいる、これ、小林ですけど、これ、悪意があるわけではないと、いうことは、この場でお話ししておきたいと思います。で、25番には、開始伝がいますね。で、34番からは、ダブルゼータになります。これ、柔道。39番には、ルールカ。で、200番台に入ると、ここからは、ゼータガンダムの、まあ、敵型、いわゆる、ティターンズ側になりますね。205番には、サラ。206番には、ジェリドもいますね。そして、211番にいるのが、村雨犬の研究者。ちょっと名前ごめんなさい、すぐ出てこないんですけど。217番には、ブラウンブルタークス少佐がいます。そして400番台に入ってくると、アクシズ系、ネオジオン系ですね。401番には、ハマーン。そして402番が、マハラジャカーンですね。ハマーンの父親。そして403番には、ミンデバ・ラオ・ザビがいます。そして500番台に入ってくると、ファーストガンダム系になりますね。507番は、ティアム。そして504番が、これ、カツレツキッカーを、託児所に入れようとした女性士官ですね。513番にはワケイン。511番はレビルがいます。524番はパオロ艦長。これホワイトベースの初代艦長ですね。そして523番がタムラコック。これ塩かなんかを切らして、ホワイトベース隊をピンチに陥れたタムラコックがいます。531番にはリュウホセイ。
536番にはカムラン検察官いますね。そして544番はクリスティーナ・マッケンジー、これは NT-1RX のパイロットですね。そして550番台に入ってくると、これはコウ・ウラキとか出てきてますね。そして700番台に入ってくると、これいわゆるジオン公国になります。704番にはギレン総帥、708番にはサウロ・ザビ、これ暗殺されてしまったザビ家の長男だったかな、ですね。そして714番にはドズル中将がいます。719番にはファーストガンダムの時のシャで、732番がこれ確かミハルがベルファースト基地にホワイトベースがやってきた時にミハルっていうね女性キャラクター、カイシデンと仲良くなる女性キャラクターいたと思うんですけど、まあ実はそれがスパイで、ホワイトベースがどこに向かってるかっていうのをホワイトベースに乗り込んでジオン側に知らせるっていう役割をしたときに、まあ、故障した、飛行機を装って入ってきた時の人ですね。ちょっと名前が出てこないんですけど、ジオンなまりがひどいんで喋るなと言われた人ですね。で、737番にはハモンさんがいて、740番には、ランバラルもいます。そして747番はイセリナ、これガルマの言い名付けというかね、まあ婚約者というかいましたね。で761番になるとガトーがいます。で800番台に入ってくると逆襲のシャア、ユニコーンの、世代になってきます。これ801番チェーンですね。803番には、バナージ、805番にはミコットもいます。で先ほど登録していたのが900番台、ナンナイにクエスに、ギュネイ、フルフロンタルにアンジェロ、まあ、こういったキャラクターたちが登録されているということになります。で参考までにですね、三国志2の武将もそのまま、ずらーっと出てきてますんで、まあ、これらを使って自由にカスタマイズすることもできますと。いうわけで今回はですね、まあ、ガンダム三国志に向けて武将登録編をお届けしましたけども、次回は、戦場をカスタマイズしていきたいと思いますので、そちらの方もぜひお楽しみにしていただければと思います。で武将登録して戦場を登録してシナリオも少しいじれますので、シナリオもいじったらいよいよガンダム三国志開幕ということになると思いますので、まずは準備編第1弾ということで今回は武将登録編をお届けしました。最後までご視聴いただいた方ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。